NHK って呼んでたの。お出かけ。どうした何バージョン伝わんないか。伝われへんよ。今日は実は企画が、うん、激辛グルメを食べるグルメあの企画そう企画なんですよ。だから私からも威圧感を出しとこうと思って お出かけ。分からんわ辛みというかそういうの出してるわけ。お出かけ。分からんねん。分からんのまま進んでんねん。何やって分かんない。私も分かんない。私だって分かんないですよ。いやいや分からんの。何やねんって言われるの怖いです。私説明できなくて実は俺もう本当言いたいんですよ世の中に。どうぞ。冷やし中華あるやん。はい。あれなんで夏だけ出すの。さっぱりしてて冷たいから夏だけしか食べないから。はぁ、ほんなもう冬アイスコーヒー出すなよ私オーナーじゃないから別に知らないです。いやほんまに俺冷やし中華という食い物が好きやねん。まあ私も好きだけど私夏だけだから好きってのはあります。いやいやあんなもん年がら年中食えるよ夏だから美味しいんですよ。いやそんなもん代わりのやついっぱいおるやん。スイカがおるしね、セミがおるわけやね、キュウリを生でかじってくださいよね。違う、全然違います。あの料理は7月から9月までにとどめとくポテンシャルではないなるほど、そんなに好きなんですね。好きです。俺だからもうあの生麺のやつ買うてくんねん。本気じゃないですか。袋のグーハムだけ。私もですめっちゃ嬉しい。私もハムしか絶対ありません。ハムか、まあ、調子がいい時卵入れるかぐらいです、うん、ほんでからしとマヨネーズあったもんそれでいいんですよわかりますわかります。それは確かにそうです、うん、そうそうそう。でそうめんがめっちゃ好きなんですよ。あそうめんうまいな。今日楽屋にそうめんあったじゃないですか。あ入れてくれてたね。でその時に薬味がいっぱいあったんですよ、はい、大葉とか梅干しとか、はいはい、あとみょうが、ほう何の気なしに食べた時にもう人生変わりました。何私はこれからみょうがを刻みますあいつらのポテンシャルはすごいよ。私は大葉も入れてあげたい。あーすごい俺総理大臣になって組閣する時にあいつら入れるもん階段で写真撮って確かに私もそうするあれだけで味一気に変わりますよね。変わるね。まず普通のそうめんのつゆでいいんですよ。あの最初はオープニングは。わかるわかるわかる。次は私はみょうがです。うわ。盛り上がすぎた盛り上がった。大葉はもう最後の技です。なるほどクライマックスの。クライマックス壮大なバラード彼女は。もし次梅干し入れるならその次梅干し最後は。おーおー劇的やな何やお前タランティーノの取り方やでコロコロ変わるで、はい、すごいなお前は。そんぐらいの気持ちでそうめん食べてますそうか、うん、思い出した俺。何ですか。冷やし中華をな、はい、すごい好きやからコンビニも出たら買うねん。せや思い出したわ。おい平野って収録前にちょっと冷麺買ってきてくれって言って、うん、俺の中の冷麺はもう冷やし中華やねん。はいはいはい。ほんでどうぞって言うの、うん、ほんで見たらな盛岡冷麺やねん。それは私もわかんない。俺でお前盛岡冷麺買うてくんのというかコンビニの品数のクオリティすげえな今そんなあんの美味しいじゃないですか。私もそれ大好き。そんなあんねんやみたいな。いや私だったら冷麺と思っちゃう。同じ間違いしちゃう。いやそれはもう俺はそれはちょっとちゃうと思うねんみたいなことを言うたい、うん、俺やっぱもうそれでうわーってなって後藤さんうわそんなこだわりがすごいみたいななほんでこないだよ急にカレー食いたなんて普通のカレー買ってきて、うんうんうん、ほんだらすいませんって渡してくんねん。そいつが買ってきたのがコクと旨味のビーフカレーって書いてあるねん。はい。ほらすいませんちょっとあのコクと旨味が入っちゃうんですけどええねんコクと旨味入ってるに越したことないやろお前。あーい
いいね、コージナ。ジーナってやっぱすごいですね。あのリアクションなんですか。面白い、めっちゃ。日本にあの初めてビートルズ来た時みたいなね。みたいな。もうお客さん女の子がわーなるみたいな。まさにそれ。で岡本のあのロケの仕方がやっぱ王様のブランチなんですね。ブランチレポーター。いや向いてますよ鈴木明恵さんみたいな。そう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 、そういう感じなんですよね。見てる分には全然美味しそうなんですよね。なんかわかんない。いや俺もねたまに食いたなって行くねんけど、インド人がやってるインド料理屋さん行ってちょっと一番辛いの出して食べたらもうめちゃくちゃ辛いし痛いね、もうあーみたいな。ちょっと辛すぎるやろって言ったらインド人の人が当たり前よ、インド人でも舌バカになるよって言われたことあるんですよ。ねえ、というわけで今日はですね、なんとスタミナアップしてもらうために激辛グルメを用意したそうです。珍しい。じゃあ食べれるんだ今日は。あ、ちょっと怖いな。いきますよ、いきます。はい、オープン。あれ美味しそう。いや全然いけるやろこれ。千葉の鳥一大さんの激辛サムゲタンだそうです。なんかカノさんの元にはギネスに認定された世界一辛い唐辛子ブートジョロキアというのを使っているそうなんです。全然大丈夫や。なんやこれ、舐められてんな。うちら舐められてんじゃいます、ね、ほんま舐められてるわ。食べてください、食べてください。じゃあもう鶏肉からいただきますね、はい。あ、美味しいよ。全然美味しいです。じゃあスープいってください、スープ。これマジで二口目食いたなるわ。おー、辛い。あー、うまい。おいしい、食べちゃう。なんやろ、顔面をガーンしてきようねんけど、たまにキスしよう。なんやこいつ。わっけわからん。死ぬなあ、これちょっと行列やな。さあ、ここからはメンバーが私と後藤さんに素朴な質問をぶつける。え、いやもうええやろこれ。星原さん、後藤さん、寝る前に必ずやってることありますか。え、酒飲む。え、お前は寝る前何すんの。2チャンネル見てます。お出かけ MVP どうしましょう。コーディネート。